ガーシーチャンネルの裏番組なんだ。そうなんですね。ガーシーやってるんですね。それでそんな視聴が集まる、もう集まってる方だけどね。ガーシーに一言ってことですけども、もうガーシーさんのことは別に何も言うことはないです。もうこれからは人のことはもう言わずにやろうかなと。ちょっと住む世界が多分違うかなっていう感じがするので。ガーシーもライブ始まりました。コラボしてくださいいやコラボは別にする必要ないかなと。話すことがないと思うんですよね。ガーシーは10万人ライブ中ですそうでしょうね。まあ10万人すごいですよね。僕は絶対集めれないんで。ただまあまあ全く違うライブだと僕は思ってますんで、集まってる人のねその雰囲気とか質も違いますしっていうふうには僕は思ってます。ガーシーの話をしたらどん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 お客さんが流れていくんで、視聴者がだんだんいなくなっていってますよね。多分僕がガーシーの話をすればするほどそっちに流れていくっていう、そんな感じの流れじゃないかなっていうふうには思いますね。あれなんか300人に増えたぞ。なんでこんな深夜に増えたんですかね。ガーシーさんがなんかやめたんかな。飽きたんですかね、みんなガーシーさん見に行って。そうかもしれないですね。辻さんって結構芸能界知り合いいるんですよ。だから今アガシーチャンネル、ガーシーチャンネルいるじゃないですか。ガーシーさんがあれ暴露したらやばいんですよね。あ、やばいです、やばいです。あれやばいですよ。やばいです。あれやばいでしょ。本当にそういう芸能人ってガーシーさんが言ってたように女の子を連れ込んでとか、なんか物のように30分だけ来て穴だけ稼いみたいな、うん、めっちゃあると思います。めっちゃあると思うんですよ。本当にめっちゃあると思います。それきついですね。めっちゃあると思うし、はい、僕は女の子側も知ってますけどね。逆に、はい、女の子の側の黒い話、はい、例えばまあでも俺はおもろいわ。まあでもあれですよね、もうお金もらってよくあるパパ活みたいなことですねが、うん、やっぱり有名な女優さんとかもやってますよね。ハニートラップとかある。ハニートラップはそこまで聞いたことないですけど、まあ、女優がやるのか、うん、あ女優がお金をもらってやる、はい、まあでもそれも多分売れてるか売れてない時なんです。今は売れてるけど、まだちょっと名前が薄れてた時にやってるんですよ、それ。僕ね、これ誰かの女優、マリエさんだっけなの人が、はい、島田紳助さんと出川さんのになんか、はい、なんかありましたね。ありましたね。あれああいう感じですか。まあ彼らが本当かは分かんないですけど、うんうんうん、ああいう感じだと思います。はい、あると思いますよ。すごいな、はい、結構しかもあると思いますね。僕は聞いた限りは、僕もまあ第三者で聞いた、僕は別にお金払ってやったわけじゃないんで、はいはいはい、わかんないですけど、まあ、でも闇深いっすよね。だってモデル会社とかってあんまり、ね、先輩とかも言えないですけど、女の子を送るっていうところがメインにしてるプロダクションとかあるんですよね。あると思いますよ。女の子を送って、でその女の子たちは口を割らせないように徹底して何か握って、それで儲けてるらしいですよ。バンバンあるでしょうね、はい、いやすごいっすよね。闇が多いっすよね。闇多いっすわ、本当この世の中。でも人間ってなんかそういう芸能人だけじゃなくて、うん、なんかこう嫌な、なんか過去ってあるじゃないですか、誰でも、はいはいはい、正直失敗したこともあるし、はいはいはい、恥ずかしい話もあるじゃないですか、はい、だから、うん、なんかそれをぶり返すし叩くの違うっすよね。まあまあそれはそうですね。僕思うんですけど、それはそうです。絶対自分だってあるじゃないですか。で、ない人っていうのは挑戦してない人ですよ、多分。それはそうですね、はい、叩かれないですから、はいはい、だって女優だって、じゃあ分かんないですよ、タレントだって昔誰かじゃプロデューサーに抱かれたでも何でもいいですけど、うん、それもその子の覚悟じゃないですか。はい、それはそうですね、はい、売れた自分が売れたい、出たいっていう覚悟ですよね、はい、重いじゃないですか。それをなんかこう有名になったからって叩くのは僕は違うんじゃないかなと思うんですけどね。ああ逆の視点ですね、はい、これめちゃめちゃいい視点だと、はい、確かに寝るほど抵抗したいっていう、まあ、それが嫌だっていう人もいればね、はい、だって嫌だっていうことは僕からしたら見る人から見たら覚悟がないわけじゃないですか、はいはいはい、経営者もそうじゃないですか。ちょっとおかしい話ですかね、はい、経営者もなんか綺麗いことばっかりじゃないじゃないですか、はいはいはい、それ人も切るし、はい、それはそうです、はい、世間から見ると残酷やなっていうこともやらないといけない時も来るわけじゃないですか、はい、ガーシーチャンネルの芸能人暴露についてどう思いますか。これめちゃめちゃ伸びてますよ今、うん、チャンネル始めて5日間ぐらいで10万人いってるんですよ、うん、これは僕ぜひコラボしたい、この人。え、いや、したいです、したいです。いや僕もだって失うものないんで誰とでもコラボしたいです、本当に。助けたいですね。助けたい、誰を。わかんないですけどコラボしたいよな、ガーシーさん。もうわかんない。なんでみんな嫌がんの。でもさ、これ全然やりたいです。これ言ったらまた、はい、あかんかもしれないけど、はい、あんま好きじゃないな。いやまあまあそれはまあね、トマトが好きって人もいれば嫌いって人もいるんで、うん、あれは何で。いやいや、やっぱり自分のやったことを棚に上げてさ、あ、うんうん、人のことをさそう言うっていうのは、ね、はい、人間的に良くない。じゃあ自分の精神衛生上良くないと思ってる、うん、それを言って伸びようが何しようが稼ごうが、うん、
俺はそれ一生背負うともね、人が不幸になって自分の発言で人が不幸になってるわけやから、うんうん、それがずっと自分の心の中に残ると思ってるから、うん、結局は楽しく生きていかれへんと思ってる。ああ、まあね、うん、そっち側の世界行っちゃったなみたいな感じかな。まあでもその覚悟で言ってるんでしょうからね。でも面白くないですか。いや面白いよ、見てる方は。そうですよね、見てる方は面白いよ。見てる方が面白いけど、ちょっと切なくなってくるよね、やっぱり叩かれてる人見たら。今後なんですけども、僕はあのインフルエンサーとしての活動をやめようと思ってます。要するにですね、ビジネスに関係のない話とか人と触れ合うことをちょっとやめていこうかなと。なので、ガーシーさんとかもそうですし、他にもインフルエンサーと呼ばれる方いっぱいいると思うんですけども、そういった方たちともう今後絡んで何か視聴回数を増やそうというふうには一切もう思ってませんっていう感じですね。経済の情勢だったりとかね、そういったことに対するコメントをしたりとか、まあ、ゲストとして呼ばれた時なんかにはそういうちょっと違う雑談みたいなのはするかもしれないですけども、自らですね、まあ、インフルエンサーとしてのなんか発言みたいなことはちょっと控えていきながら、どっちかというとビジネス寄りの話をどん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 やっていこうかなと思います。なので皆さんね、僕の発言にヒヤ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 されてた方いっぱいいると思うんですけども、今後はですね、まあそういうこともなくなりますよ。まあアンチの方なんかよく言われますね。竹之内でしゃばるなとか、余計なことに首突っ込むからだとか、いらんことと言ってまた人に迷惑かけたみたいなことをね令和のトラチャンネルさん岩井さんですね。岩井さんいつもヒヤヒヤしております。はい、すいません本当に。今後あの岩井さんそういうこと一切なくなりますのでご安心ください。僕としてもですね、ちょっといろんな方向性探りすぎたんで、あの一切そういうのはなくなります。で今日もちゃんと口チャックでですね、いらないことは言わないようにっていうのを気をつけてはいますので、はい、岩井さん来てくれるって面白いですねはい、岩井さんありがとうございます。はい、すいません。もう林社長にもいろいろご迷惑かけましたしね、もういろんな人にご迷惑かけながら成長させてもらったなっていう思いがあります。はい。